日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。うんうん。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、
国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては初犯の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、
期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊小松基地所属の F-15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名も亡くすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保を第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行協同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練、協働を行うことを主任務としている部隊だね。飛行協同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行協同軍の軍司令、田中公司1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針を取っている原因と言えるね。もちろん、
そのことに関して異論はないし、空の先森として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることが分かっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中市沢読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水をあけられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、北
基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は大鯨型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦大鯨型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。大鯨型潜水艦のネームシップはやはり大鯨で、旧帝国海軍の潜水母艦大鯨跡に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鯨課長鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目をつけるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦大鯨はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は大鯨型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。大鯨型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双竜型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双竜型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は複利構成の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。
そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが大芸型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、そういう型11番艦を言うと12番艦等いうに採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても双流型はもともとディーゼルエンジンと非待機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、東流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その点対芸型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。対芸型は吸排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の双流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、対芸型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。対芸型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら対芸型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ一線級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの？そのお茶たちは何が違うのかな？実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う？色的に言ったら、ウーロン茶かな？実は、緑茶の種類なんだ。そうなの？なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶、何言ってんだよ。
日本とアメリカは同盟国であり、ここ最近、この2国間での合同訓練の実施回数が増えつつあるようだね。日本とアメリカという2国間の連携を密にすることは、とっても重要なことだよね。この間はステルス機のみでの合同訓練も開始されていたからな。そうだね。さて、今回の主題はステルス戦闘機の日本アメリカ合同訓練の様子について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカのインド太平洋軍のホームページに、戦闘機写真がアップされたよ。KC-135 空中給油機を中心として右に F-22 ラプター4機、左に空自 F-35 ライトニング 2A 型4機が従っている V 字飛行時の様子となっているね。2021年4月1日、日本周辺海域で開催された日本とアメリカの合同軍事演習の一コマなんだけど、ホームページにアップして誰の目にも触れるように設定した目的は、言うまでもなく日々軍事的圧力を増大させている中国に向けて、デモンストレーションを行ったというところかな。いずれにしても、この訓練には日本とアメリカの第5世代戦闘機が共に参加したということになったんだ。じゃあアメリカの F-22 の所属基地はどこになるの？実はどの部隊の所属機なのかは公開されていないんだ。ただし、在日米軍基地にはラプター戦闘機は配備されていないことはわかっているから、国外から演習に参加するために飛行してきたと推測されるね。この合同演習が KC-135 空中給油機を随伴したということから推理すると、現状ではレーダー捕捉が困難とされている F-22 ラプターや、F-35 ライトニングの作戦行動範囲の広さを誇示する目的ではないかとも思われるよ。誇示する相手は、言う必要もないようだが、中国だろうな。逆に言えばアメリカはそれほど中国を意識している重要視しているとも考えられるぜ。これ以前の3月16日だけど、空自の F-15J イーグル4機とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型4機が KC-135 空中給油機と一緒に合同軍事演習を行ったという報道があったね。この3月の合同軍事演習は東シナ海の上空、つまり中国にも近い空間で行われたんだ。ということは、刻々と増大する中国軍の脅威に対して尖閣諸島を含む日本の防空能力の有能さを、直接的にアピールする見せつける目的だったのではないかと想像してしまうよね。導入部分でも紹介したけど、日本とアメリカの合同軍事演習は最近特に回数が増えているように見受けられるよ。直近の2019年度には延べ1245日という高い数字になっているから、近年の統計から合計を見ると2014年は1265日、2015年度が1319日、2016年度が1124日、2017年度が1198日、2018年度は1247日だね。右肩上がりに増加しているとは言い切れないけど、2014年度以降恒常的に1000日以上を記録しているってわけ。参加した部門の内訳は2019年度1245日は、統合幕僚幹部が 7.3% で92日、空自が 13.1% で163日、陸自が 31.7% で395日、海自は 47.7% で595日になっているよ。数の比率も多少のズレはあるんだけど、3部門の参加パーセンテージは少ない順に空自、陸自、海自という順番には毎年大きな変化はなく、そのまま推移したと見受けられるね。さて、上記の通り、海上自衛隊の演習参加回数が一番多い理由はすぐ理解してもらえると思うよ。地図を見れば一目瞭然。日本は世界でも有数の領海や排他的経済水域を抱える海洋国なんだ。普段の生活で感じることはあまりないかもしれないけど、台湾やロシアとの国境ギリギリの遥か遠くまで日本の島々が多いってわけ。別の表現をすると、本土面積に比して領海が広すぎるとも言えるよね。またここ数年、肥大する一方の中国の海洋進出を無視することはできないよな。特に西太平洋方面への脅威が増えていることを考慮すると、海事に対応する海上自衛隊が演習参加回数が一番多くなるのは当然といえば当然のことなんだろうぜ。よく見ると海事の合同軍事演習実施場所は南シナ海というケースが多くなっているように見えるよ。ということは、中国が直接実効支配を進めようとしている海域に対して、牽制を行っていると言い換えることもできるのではないかな。中国に対するアメリカの動きだけど、ニュースなどでも話題となったクアッドクアドリラテラルセキュリティダイアログをご存知かな？日本語訳では日米合印戦略対話という、この体制はアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国で協力してことに当たることを目的としたものだね。4カ国による会談ということではあるんだけど、対中国包囲網ということに間違いはないだろうね。
クアッドの3カ国であるインドが主催したマラバール合同軍事演習にはこの4カ国が参加したんだ。ただし、最終的にインドがオーストラリアの常時参加を認めなかったから、オーストラリアは招待参加という位置に止まったみたい。インドがオーストラリアを敬遠した理由だけど、2020年6月にインドと中国がヒマラヤ方面の国境係争地域で物理的な衝突が発生したことがあったんだ。この結果、死者が出る惨事に発展してしまったよ。インドはこの事態に懲りたのか、それともあまり厳しく包囲網を固めて孤立させると、中国が逆切れして暴走しかねないと危惧したのかもしれないね。中国とインドはヒマラヤ山地を挟んだ隣国だからな。チベット問題でも何かと揉め事が起きているし。だからこそ、インドは紛争の種を少なくしておきたいのかもしれないね。オーストラリア自体に含むものはなくても、アメリカ、日本と同様な扱いをしたら、中国にいらぬ警戒心を抱かせてしまう恐れがあるから、オーストラリアに譲歩してもらったのではないかと推測するよ。中国は南シナ海を自国の領海と主張し、勝手に領有を宣言したよね。本当に勝手だけど、そうだね。この行動に対して台湾、フィリピンを含め周辺の国々が不快感と同時に危機感を覚えたはずだよ。しかし強大な中国への対抗策をまとめ上げるにしても、一枚岩で協力する体制にはなっていないんだよな。中国の軍事伸長に怒りを感じながらも、各国それぞれの思惑が絡み合っているので、これといった手立てが見出せないというのが正直なところだろうぜ。不満や不安を中国に覚えてはいるものの、相手の巨大な軍事力と経済力を侮ることはできないよ。オーストラリアも、実は最近まで中国が最大の貿易国だったんだ。経済的にも複雑に結びついているわけだから、簡単に対立ということは政治的にも難しいんだろうね。こういった内情が透けて見えるからこそ、中国は高みの見物を決め込んでいられるってわけなんだね。悔しいけど、それもある意味の真実だな。言うまでもなく中国の軍事力は日々拡大しているぜ。しかし実際の経験という点ではちょっと話が変わってくるんだよな。近代化した電子戦術など、テクノロジーは日々進歩しているから、それに対応しなくてはならないもんね。果たして中国が対応できるのかと疑問に感じてしまうよ。テクノロジー分野ではインドの発展が目覚ましく、中国がインドのサポートを得られれば最強かもしれないけど、今の状態ではテクノロジーの進歩を中国は恐れているのが現状ではないかな？というか、個人的にはそうであってほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は野球についてだよ。みんなは、野球のホームベースってわかるかな？そんなのわかるよ。小学生なんかがグラウンドで野球をするときよく書くじゃないか。そうそう。そのホームベースなんだけど形は覚えているかな？うん、五角形だよね。正解だね。でも、ホームベースって昔は四角形だったんだ。それって他の一類、二類、三類と同じ形だったってことなのか？そうだよ。なんでわざわざ四角形を五角形に変更したりしたのかな？それはね、実は審判がピッチャーの投げ込んだボールを判定しやすくするためらしいんだ。ホームベースが正方形だった場合、審判がホームベースを見るとダイヤの形に見えるよね。そうなると、ボールがダイヤの角の部分を通過した時にストライクとボールの判定がかなり難しくなってしまうんだ。だから、審判から見てダイヤの形をしていたホームベースの向きを、正方形に見えるように置き直したんだ。すると、ピッチャーが投げ込む球とベースの向きが平行となりストライクの判定がとてもしやすくなったそうだよ。そして、正方形の状態で設置してしまうと、ラインとの間に三角形の隙間ができてしまうんだ。そこに、三角形を追加することにより、現在の五角形のホームベースが完成したそうだよ。なるほど、プロ野球なんか、165km で投げるんだから、審判もすごいよな。ほんとだよね、野球もいろいろ試して今の形があるんだね。そうだよ、なら今日の動画は終わり。明日もまた見てね。
敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを。どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、予期仲裁者を演じるか思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それともわかっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない、そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、
変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機外閣的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘にいることを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と矜持を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への人に意識地対艦誘導弾を配備したよ。人に意識地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一二式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、
多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。うん、
具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、
海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルを全て迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助をするなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊が2021年7月時点で配備をしている戦闘機は、F2、F15J イーグル、F35 ライトニング2の3機種となっていたよ。ちなみにすでに2035年前後からの F2 の退役に備えた次期戦闘機開発も始動しているみたいだな。次はどんな戦闘機が来るのかな？楽しみだね。この次期戦闘機開発は三菱重工業を主契約企業とし、その傘下に各日本企業が担当分野ごとに携わる形式だね。エンジン部分ではイギリスのロールスロイス社との協業も現実味を増しているぜ。もちろん海外勢としては第5世代戦闘機のトップランナーで、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ方向は規定路線と言えるね。さて、今回は F-35 ライトニング2、新規配備先に小松基地やニュータバル基地が浮上中であることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の国情に合致し、後の仕様変更にも柔軟に対応可能とすることを目的に次期戦闘機開発は進められるんだけど、いわゆる第6世代戦闘機とも呼ばれるこの機体の製造には、多大な技術ノウハウの集積が必要だろうと言われているよ。そうした意味においては、現行の最新鋭ステルス戦闘機である F-35 ライトニング2の実際の現場での部隊運用及び、保守メンテナンスを担う拠点の完全な稼働が今後を占う可能性も高いと思われるね。まず現在航空自衛隊では全国8カ所の基地に戦闘機を配備しており、これは北から北海道の千歳、青森の三沢、茨城の百里、石川の小松、愛知の小牧、福岡の津駅、宮崎のニュータバル、沖縄の那覇となっているんだ。航空自衛隊ではこれまでに F-35 ライトニング2を合計で147機調達する予定で動いており、内訳は通常滑走路向けの A 型が105機、短距離離陸垂直着陸可能な B 型が42機となっているみたい。先の全国8カ所の戦闘機配備基地のうち、すでに A 型が配備されているのは、青森の三沢基地のみで退役した F-4 の飛行隊を置き換えており、次に唯一日本海側の石川の小松基地への配備が濃厚とみられるよ。石川の小松基地への A 型の配備は、現行の F-15J イーグルの2個飛行隊のうち1つを置き換えるものであり、まず2025年度を目標に A 型を4機配備することから始め4年程度で20機まで増加させる予定となっているんだって。次に B 型の配備予定には宮崎のニュータバル基地がまず浮上してきており、こちらは2021年時点で F-15J イーグルの1個飛行隊のみが配備中につき、B 型で構成する1個飛行隊を新設する方向とみられるんだ。B 型の場合は、現在航空母艦化の改修工事を適時実施している、護衛艦出雲加賀の艦載機となるため、ニュータバル基地は加賀の母港、広島の呉基地に近いことが選定理由に挙げられているぜ。この理論で考えると出雲は神奈川の横須賀を母港としているため、これに距離的に最も近いのは茨城の百里基地だと思われるけど、いずれ同基地への B 型1個飛行隊の配備も公表されるのだろうね。こうした F-35 ライトニング2の A 型及び B 型の部隊配備が進められている一方で、愛知県西春日郡豊山町の三菱重工業の小牧南工場内には、同期の FACO 施設が2015年から稼働を開始していることを、みんなはもう知っているよね。一応、FACO についておさらいしておこうよ。そうだね。FACO とはファイナルアッセンブリーチェックアウトの頭文字を略した名称であり、
ロッキード・マーチン社が認可した F-35 ライトニング2の最終の組み立てや品質検査を担う拠点のことだよ。FACO は本国アメリカのテキサス及び、イタリアのカーメリ、そしてこの日本の愛知県西春日井郡豊山町の3カ所しか設置されていない施設であり、世界的にも稀有な拠点と言ってよいよ。F-35 ライトニング2の機体の製造には大元のロッキード・マーチン社以外にも、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社など複数の企業が従事しており、日本の IHI 社も機関部の製造を請け負っているぜ。このため愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、これらの参加企業が製造した各種パーツが集約され、F-35 ライトニング2となる最終の組み立てが行われ、検査を経た後に完成品として送り出されているってわけ。さらに愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップデート呼ばれる、完成後の F-35 ライトニング2のアフターケアを担う拠点機能も付与されているよ。この MRO&U は、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアのまず4カ所に設置され、それぞれが近隣地域国が保有する F-35 ライトニング2のその後の重整備を担う拠点として設けられたものだね。今後 F-35 ライトニング2の採用国及び生産地帯数が増加した場合には、追加でイギリスやオランダ、ノルウェーといった国に MRO&U を新設する計画もあり、同期の受注数次第といった状況となっているみたい。日本の愛知県西春日井郡豊山町の FACO 兼 MRO&U にとって影響が懸念されていたのは、韓国が導入する F-35 ライトニング2が同拠点を利用するか否かという点があったんだけど、これは行わずに済むと見られるよ。すでに F-35 ライトニング2の導入時点から韓国側は、日本の MRO&U で自国の同期の重整備を受けることを良しとしておらず、2014年にはオーストラリアに持ち込む方向になると報じられていたからな。日本サイドとしてはこうした韓国側の態度は想定内の出来事であり、実際の運用稼働に何ら支障をきたすものではないだろうけど、むしろアメリカが韓国に F-35 ライトニング2の輸出承認をしていることがキーにすら思えるよね。韓国が日本企業を敵視しているのは言うまでもないから、こうなることは予想できたってわけだね。ちなみに韓国は F-35 ライトニング2を A 型60機、B 型20機の合計80機の調達を計画しているが、このうちの B 型20機が本格的に建造すると主張を始めた軽空母用の艦載機となる見込みだぜ。こうした状況を見れば韓国以外にアジア地域で F-35 ライトニング2を導入しようとしているのは、シンガポールが最大でも B 型12機程度しかなく、日本の MRO&U は自国と在日在韓米軍の機体に対応するものと思われるよ。さて、F-35 ライトニング2の機関部はアメリカのプラットホイットニー社製の F-135 ターボファンジェットエンジンだけど、前述のように日本では IHI 社がその製造を受け負っているんだ。IHI 社は東京都瑞穂町の自社工場で2017年から、この F-135 ターボファンジェットエンジンの組み立てと試運転を行う体制を開始させており、一部のパーツは福島の相馬や広島の呉の工場でも生産されているみたい。これら IHI 社の工場では、航空自衛隊が予算上で、最大年6機の調達を行うとことに対応した生産数のキャパシティを確保しており、三菱重工業の MRO&U の機関部対応も担うことが予想されるよ。IHI 社といえば次期戦闘機用に防衛省と共同で国産の XF9 エンジンの試作機を完成させており、これに F-135 ターボファンジェットエンジンとイギリスロールスロイス社の技術も加わると見てよいだろうな。そう考えると FACO 兼 MRO&U を通して得られる F-35 ライトニング2の技術的な情報が、国産化を志向するという次期戦闘機の開発にも多大な影響を与えるものと思われるし、純国産化は極めて困難だと思えてならないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、みんな知っている世界的にも有名なオセロだよ。オセロか、携帯ゲームにもなってるほど有名なやつだな。そうそう、そのオセロなんだけど、実は日本発祥のボードゲームって知ってた？え、そうなの？てっきりよその国からの輸入品だと思っていたよ。どのようにして作られたの？それがね、オセロは長谷川五郎っていう人が考案したんだ。その長谷川さんが、中学校1年生の時に、囲碁のルールがわからなかったそうなんだ。だから、ハサミ碁を考案したそうだよ。それがオセロ誕生のきっかけだったんだ。そして、長谷川さんが大学生の頃に、ハサミ碁を発展させた、牛乳瓶の蓋を使うオセロに近いゲームを作ったそうだよ。なんだか、だんだん完成に近づいてるね。そうなんだ。
そして、その後、長谷川さんが玩具メーカーの佃に持ち込み、商品化されたんだよ。ええー、それで売れたから、おもちゃメーカーからしたら、最高だよね。おい、目がお金になってるぞ。今でも、オセロのコマのサイズは、牛乳の蓋と同じサイズなんだよ。これは、オセロをするときにドヤ顔できるやつだな。そうだね。みんなも、ドヤ顔でオセロをしようね。それじゃ、今日の雑学は終わりだよ。また見てね。恐竜は日本が世界に誇る優秀な潜水艦だよね。その優等生が衝突事故を起こしたというニュースに驚いた人も多いはずだぜ。事故から1年が経つけど、事故の原因については正式な発表は未だにないままなんだよね。原因の解明は安全性の向上につながるし、早く解明されてほしいね。日本のために働いてくれている自衛隊の人の命をしっかり守らなきゃ。そうだね。今回は、この操縦型潜水艦の衝突事故を元ソナーマンの方の意見をもとに詳しく分析したいと思うよ。あまり聞き慣れない言葉だけど、どうやらベンチュリ効果のせいだという可能性が浮上しているみたい。それじゃあ行ってみよう。海自自慢の潜水艦操縦が貨物船と接触事故を起こしたというニュースが日本中を驚かせたのは、2021年2月のことだったよね。事故が起きたのは、2月8日午前11時前頃ということで、海域は高知県足摺岬沖だったよ。内容として、操縦型潜水艦1番艦操縦と、香港籍の貨物船オーシャンアルテミス号が接触したというもの。それからすでに1年以上経過したね。この事故については、海事や関係各所に設置された事故調査委員会が、事故原因について詳しく調査を進めているということで、結果がわかるのは2022年2月頃ということになっていたよ。当時はそんなに時間のかかるものなのかと驚いてしまったよね。相手が外国船籍だから慎重にも慎重でということなのかもしれないな。調査中だから、明確に公的な事故原因特定はされていなかったみたいだぜ。しかし、当事者の一方は日本の防衛の要である潜水艦であり、しかも現役主力艦操縦型の事故だから、日本が受けた衝撃は相当なものだったはずだよ。操縦は日本の海の守り手のエースみたいなものだもんね。じゃあここで海外の艦艇事故について紹介してみようかな。2021年4月21日、訓練中だったインドネシア海軍の KRI ナンガラ402号が突如消息を絶ったんだけど、みんなは覚えているかな？そして数日後の25日、バリ島沖の海底に沈んだことと、乗員53名全員が死亡したということが判明したみたい。この KRI ナンガラ402号は1981年昭和56年就役し、約40年現役として活躍していて、大規模な改修を2回施されてはいたものの、長い間頑張ってくれていたんだ。それでもやはり老朽艦だし、潜航深度約250メートルの3倍の深さ800メートル以上の海底に沈んでしまったってわけ。40年間ってすごい長い月日だね。本当にお疲れ様って言いたい気持ちだよ。その通りだね。残念ながら、その深さがあだになり、サルベージ作業に中国艦艇が派遣されたんだけど、深すぎるせいで作業ができず、本体も遺体も回収することはできなかったんだよね。本体ももちろんだけど、遺体を回収してあげられなかったのは悲しいね。遺族の元に返してあげたかったと思うよ。事故原因はというと、海中の温度差によって強力な水中波が生じるんだけど、その水中波が潜航中の KRI ナンガラ402を襲い、深い海底へと引きずり込んでしまったという見方が大半だね。つまり、
偶然の自然現象によるものと考えられているみたい。自然現象なら仕方ないと割り切りたいが、亡くなった人がいる以上、そう簡単に割り切れることじゃないな。そうだね。ちなみにこの艦はドイツ製で、35名程度の乗組員が必要とされていたんだ。そのため総艦に必要な乗組員以外にも約20名の要員を乗せていたらしい。消息を絶つ直前まで魚雷発射訓練のため先行するはずだったと推測されるけど、その状況について疑問に思う意見もあるみたい。いずれにしても海底800メートルという深さに3つに分かれて沈んでいるという難柄を引き上げるのは、中国に協力してもらっても不可能と思われるから、沈没の正確な原因解明にはかなり時間がかかるだろうし、難航すると思われるよ。さてそういうの事故だけど、幸いなことに双竜の乗組員3名が負傷した以外には、相手の貨物船オーシャンアルテミス号の乗組員等の被害は確認されていないよ。相手に怪我人、死者が出てしまったら国際問題になったことだろうね。不幸中の幸いってことかな？だが一概にラッキーと単純に喜べない理由もあるんだよな。サイズの比較をするとオーシャンアルテミス号の排水量は約5万トンという大型だ。双竜は4200トンだから、10倍もの開きがあることになる。これほどの大きさに差がある艦同士がまともにぶつかっていたら、最悪の場合双竜が浸水し沈没していた可能性も高確率であったという推測も数多く見受けられるんだぜ。双竜が軽い損傷で済んだのは、本当に偶然による幸運ってことなんだね。死者が出なくて本当に良かったよ。双竜の事故後の映像や写真を見ると、艦橋の右舵が大きく折れ曲がっていることがわかるよ。オーシャンアルテミス号の底部とこの部分が接触したということだろうね。しかし、問題は外環上の損傷ではないんだ。ニュースになったのは、この衝突によって通信機器が使用できなくなったということが大問題ということだったってわけ。艦の通信機器が故障したため、乗組員個人の携帯電話が、唯一の通信手段と報道されたことで自衛隊大丈夫かという空気が湧き上がったのも事実だね。連絡が取れないと安否確認どころか状況すらわからないもんね。この失態と言っていいだろうなを受けて海上では全ての潜水艦に非常連絡用衛星電話を支給したそうだけど、どうして今までこうした対策が取られなかったのか、その方が不安に感じてしまうよな。今回の事故原因は調査報告がまとまるまで断定できないようだが、一説では流体力学で確認されているベンチュリ効果の可能性があるのではと指摘されているみたい。ベンチュリ効果というのは、この場合は海水である流体ですが、流れる断面積が狭くなることによって流れが速くなり、その結果、周囲に低圧力状態を発生させるという物理現象を言うんだ。自然の力って怖いよね。人間がどれだけ技術を向上させても、それを一瞬で壊しちゃうんだから、本当にそうだね。この事象が原因とされる事故も、実際にあるんだけど、2007年平成19年にホルムズ海峡で起きたアメリカ海軍の、攻撃型原潜ニューポートニューズと日本のタンカー最上川号との接触事故がそれだね。ここで発生したベンチュリ効果によって、最上川号の底に潜水艦ニューポートニューズが引っ張られてしまったため、潜水艦が艦首部分をひどく損傷する事故が起きてしまったという結論になったんだ。原因は自然現象だけど、海上を航行する船舶が自分の下から近づいてくる潜水艦を回避する方法はないから、レーダーに反応があったとしても、速度が違うってわけ。この事故後に潜水艦ニューポートニューズの艦長は責任を追及され、監督不十分という理由で解任されたみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはワインについてだよ。おワインか俺は結構いける口だぜ。そのワインなんだけどお店やワインの冷蔵庫などに、よく寝かせておいてあるよね。なぜだと思う？それはもちろん、取りやすいからじゃないかな。違うよ、横に寝かせることで、瓶が割れにくくなるんだよ。二人とも残念ながら不正解だよ。正解は、コルクが乾燥しにくいからなんだ。ワインを横に寝かせて保管するのは、ワインでコルクを湿らせておくためなんだ。コルク栓は弾力性に富み、適度に空気を通すんだ。そのため、ワインの熟成に適し、腐敗しにくいという利点もあるみたいなんだよ。そうなんだ。ワインいける口なんて知ったかぶりして、恥ずかしいぜ。まあ、これでワインの知識がまた一つ増えたね。みんなも、ワインのことを話す機会があったらドヤ顔で言ってみて。それじゃ今日の動画はおしまいだよ。また見てね。ルネッサンス。また次の動画で会おうね。また見てね。ルネッサンス。また次の動画で会おうね。また見てね。ルネッサンス。また次の動画で会おうね。また見てね。
ルネッサンス。また次の動画で会おうね。また見てね。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 ルネッサンス。また次の動画で会おうね。いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね、イギリスからの誘いがあったようで、もともと日本とイギリスは、戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。
5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、三菱電機が新たに加わり、8社による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との相互運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキード・マーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機として、テンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキード・マーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ？次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？そうだね。防衛省はもともとアメリカとの相互運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキード・マーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F-2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機でアメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキード・マーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、
アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージといっても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。大芸型潜水艦の2番艦白芸の進水式が2021年10月14日、川崎重工神戸工場で行われたことは、みんなも知っているよね。白芸は、今後、艦内偽装工事、海上工事を経て、2023年令和5年3月頃に海上自衛隊へ引き渡される予定となっているよ。大芸型潜水艦は、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力潜水艦としては世界最大級であり、白芸は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、乗員約70名、軸出力は6000馬力あるぜ。また、主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたことによって、先行性能の向上が図られているぜ。加えて探知能力が向上したソナーや、静粛性が向上した船体構造が採用されているね。潜水艦の任務は、抑止、情報収集、警戒監視、艦隊援護、戦闘と多岐にわたるから、いろんな能力が必要になるし、中でも静粛性は必要不可欠だよね。騒音を撒き散らす潜水艦は潜水艦としての機能を果たさないからな。どこかの国は改造車両並みに騒がしい潜水艦を作っているみたいだけど、日本の潜水艦は大丈夫だよね。日本の潜水艦は海の忍者と称されるくらいだから、問題ないぜ。日本の技術力は素晴らしいからね。さて今回は、新型潜水艦白芸の任務と能力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。潜水艦は存在そのものが抑止力となると言われていて、日本の海の最大の抑止力は潜水艦となっているよ。隠密性が高く見つけきれない潜水艦から発射された魚雷一発で、原子力潜水艦を含めて大型戦闘艦が人員と共に撃破されるってわけ。この抑止力は強力で、いつどこで攻撃されるか不安だから、敵対国は近寄れない状況になるんだ。だからこそ、
潜水艦は何かあったらすぐ対応できる体制をとって日本の抑止力として海中でひっそりと頑張っているよ。ハイブリッド戦争を起とする国は近年、潜水艦を特殊部隊のプラットフォームとして運用することも想定していて、潜水艦は海からの隠密侵入に対しても抑止力となると言われているよ。どこかにいる、どこにいるかわからない、しかも強力、このように思わせられれば抑止は成功だね。見つからないように潜んでいることが潜水艦の仕事ってわけだ。抑止力はこのように見えないところでも発揮されていて、日本の潜水艦は隠密性が高く戦闘力も高いと諸外国が思ってくれる潜水艦を建造し続け、潜水艦部隊の自衛艦が安全に任務を遂行することが日本の抑止力なんだ。潜水艦の任務は、その隠密性、長期行動能力、遠距離水中探知能力等を活用して、常時継続的な情報収集、警戒監視を実施し、主要な海域の哨戒、防護に当たることだよ。防衛省は、次世代潜水艦用ソナーシステム研究の必要性として以下の2点を挙げていて、一つは我が国の潜水艦にとって脅威となり得る外国艦艇の水中捜索能力及び静粛性の向上に対処すること。また、情報通信技術の進展や潜海域における行動の必要性増大といった、潜水艦を取り巻く環境の変化に対応すること。潜海域、これは鳥もなおさず東シナ海を指しているね。東シナ海の防空識別圏内の約半分の海域は水深が100から200メートルだから、東シナ海から太平洋への通り道は宮古海峡というものだよ。この海峡で情報収集、警戒監視を続けることによって、音紋採集ができて、情報収集対象艦艇がどの場所を通るかを分析すれば当該艦艇の能力や戦法が分析できるってわけ。このデータをデータベース化することによって通る強艦艇の特定ができるようになるから、この任務遂行のため、この推進をこちら何有利なように利用することができる装備が必要ということだよ。また、従来なら無視していたような雑音から潜水艦や艦艇を検出することができるようになってきているぜ。まず敵に見つからない装備として、防衛装備庁などで行った非探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究などの成果である音波吸収材、振動、衝撃を緩和する浮き床構造などが採用され、艦体にはソナーによる探知を防ぐため艦体一面に吸音タイルが貼られ、白鯨の静粛性は一段と向上しているみたいだな。潜水艦の艦首、スクリュー及びハッチ厚さは極秘扱いになっているよ。水は1気圧では100度で沸騰するんだけど、スクリューが高速回転するとプロペラの翼の先端付近では流速が非常に速くなり水圧が下がるんだ。すると翼端の水が沸騰し泡ができて、この泡に向かって周囲の水が押し寄せる。泡が消える瞬間には水同士が、またスクリューにぶつかり音と振動が起こり、この振動が艦体や機関と共鳴すると音が大きくなるってわけ。この音は艦特有の音だから、この音をソナーで捉えれば、艦艇の音紋解析が出るみたい。非探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究では、静粛性の高い推進スクリュー、泡の出ないスクリュー形状が研究されていて、諸外国でも潜水艦探知ソナーの技術は著しく進んでいるよ。日本の潜水艦においても雑音の静粛化対策は重要かつ喫緊の課題だな。ちなみに太平はスクリューをつけて浸水式を行っているんだけど、白鯨にはそれがないんだ。同じではないことから秘匿度が上がったと考えられるから、スクリューについても白鯨は太平より改良されているだろうことが推測されているよ。太平の推進機はダクト付きスクリューなのか、リム駆動なのか、ポンプジェットか推測もできないけど、白鯨も太平もスクリューの軸はあるみたい。リム駆動なら軸もないだろうけど、もっとも、ダミーをつけて浸水式を行うこともあるから、これだけで一概に判断はできないね。外洋で単独のディーゼル潜水艦が生き残るには、静粛に徹するしかなくて、潜水艦にとって隠密性は重要で、その点ではポンプジェットが有利なんだ。だけど、その利点は高速時の利点となっていて、低速時の電力消費効率はスクリューの方がいいみたい。推進に必要な電力は速度の3乗に比例して、速度が2倍になると消費電力は8倍になるんだ。ディーゼル潜水艦は、出せてもせいぜい20ノットで、源泉なら電力消費を考慮しなくていいんだけど、リチウムイオン電池には限界があるよ。ポンプジェットは隠密性に優れていても電力消費の点からディーゼル潜水艦では無理があると言われているらしいんだ。太平型は、ディーゼルエンジンで発電し、高性能シュノーケルで給排気する新型シュノーケル発電システムを装備しているよ。隠密性を高めるため小型で高出力化及び静粛化を図ったこのシステムは、
大容量リチウムイオン蓄電池に短時間で所要の充電が可能で、潜水艦の非探知防止性が向上したんだ。充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間が伸びたってわけだな。ソユー型11番艦の欧遊からは、水中で発電する AIP エアインデペンデントプロパルジョン、非待機依存推進を廃止し、リチウムイオン蓄電池を搭載して、AIP 搭載艦が、AIP 搭載以前は数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長したと言われていて、太平型はそれを上回ることは確かだろうね。白鯨には機関通式潜望鏡が1本装備され、デジタル画像で周囲を瞬時に撮影しますから、海面に潜望鏡を出す時間は極限されているみたい。次に敵を見つける装備として、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備され、探知能力が向上しているよ。ソナーの艦首やレイを艦首の形に合わせるコンフォーマル化でソナーの開口が拡大して能力が向上していて、側面アレイ及び栄光アレイに使われている光ファイバー受波アレイは、光ファイバーに加わる音圧によりファイバー内を伝播するレーザー光の位相や、強度が変化する現象を応用した潜水艦探査用水中マイクロフォンなんだ。このアレイは従来の圧電素子アレイに比べて、小型軽量化、低電力化され、しかも電磁ノイズ潜水艦内の電子機器から出る電磁波の干渉の超響きも受けない優れもの。このアレイが吸音材一体型水中受波器として、船体横長に配置され、精度が高く探知距離の大きい側面ソナーとなっているよ。また信号処理部で一種ソナーの探知情報が自動的に統合化され、これらにより、敵に見つかるより早く敵を発見できると言われているぜ。2021年6月29日の読売新聞によれば海上自衛隊はアクティブソナーを潜水艦に搭載することを検討しているみたいで、白鯨は浸水式時点ではパッシブソナーは当然あっても、まだアクティブソナーを搭載していないかもしれないね。艦隊が行動するとき、潜水艦は艦隊の下の海中で、敵の潜水艦から艦隊を援護するための行動をとるよ。潜水艦の潜水深度は、これまた極秘扱いだから推測になるんだけど、白鯨の最大潜水深度は900から1000メートルと思われているよ。諸外国の潜水艦の最大潜水深度はこれより浅いと言われていて、1000メートル付近を利用できれば地の利を得て、白鯨の戦闘能力と相まって、有利な戦闘を展開できるはずだよ。潜水艦は単独行動するのが前提で、潜水艦の存在を秘匿するため、電波や音波での通信も頻繁にはできないんだ。超超波での受信せよの指令で、発見される確率が、低い海域に移動して水面にアンテナを出して X バンドの衛星通信装置を使い、通信時間を最小限にして受信し、すぐに潜航するよ。潜水艦の武器といえば魚雷だよね。白鯨にはどんな魚雷が装備されているの？白鯨には HU606533mm 魚雷発射艦一式が装備されているよ。一式とは6門の発射艦と魚雷発射に必要なその他の機材のことだね。太平がこの発射艦から8、9式超魚雷、最新の1、8式超魚雷、およびハープーン対艦ミサイルを発射できるとされていて、この点では白鯨も同様と推測されているんだ。ちなみに魚雷を何発搭載しているかは当然秘密だぜ。人民日報日本語版では太平が30発を搭載しているとされているが、どこからの情報なんだろうな。8、9式魚雷は浅い海では、岩礁など障害物を目標と誤認する可能性があるけど、18式超魚雷開発名称 GRX6 魚雷は優先誘導と自立誘導により敵のおとりおとりで声をも回避でき、命中率が向上したんだ。また地形が複雑な潜海域から深海域まで対応でき、アクティブ磁気起爆装置を搭載しており、艦艇の磁気に反応して爆発するよ。この魚雷は高層雑音の低減が図られ、静かな魚雷となり、敵からの非発見確率も下がり、戦術的優位性を確保できるぜ。また、艦尾の X 舵は音の反射方向を変えるステルス化の効果もあり、旋回性能及び振動変換性能が向上したとされているな。これにより着底時の舵の損傷を防ぐことが可能となっているみたい。X 舵は、十字舵よりも大きな舵面積が確保でき、斜め45度に装備された、4枚の舵が独立して回答と姿勢制御機能を合わせ持つことから一部故障時にも相関可能なんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。